ばんは、玉掛です。舌がん2回に続いて喉頭がんで手術しました。声帯を摘出しているので、いまだに話すことはできません。今日は私が代弁してお話ししています。いつもと違う形式ですけれども、よろしくお願いします。だいぶ食べられるようになりました。このカキフライを食べる前に、すでにカキフライ6個食べてます。フライは好きっていうのもあるけど、パワーが出るっていうのもあるけども、関数字ガンマ GTP、 関数字が去年から今年にかけての冬にカキフライを食べたら、ガンマの数字がすごく良くなったんですよ。でよくシジミとか肝臓にいいって聞くんですけれども、カキフライは最強だよね。ちなみにうなぎは中国産、中国産です。安い割引のを買って食べてます。中国産のうなぎは水銀とか入ってるとか聞くけれども、実際はどうなんだろうね。そのうなぎの養殖してる場所が餌に問題があるとかっていうのは聞いたことがあるけれども、実際見たことがないので現状はわからない。たまに食べる分にはね、ビールもこれ1缶目じゃなくて何缶目 ?6 缶目6缶目です。ビール体に良くないって聞くんですけれども、やっぱり楽しみがないとね。ほどほどにって言ってる、ほどほどっていう量がこれだけの量なので、以前どれくらい飲んでたかってことなんだよね。主治医の方に定期的に血液検査をして見ていただいてるんですけれども、一時は最高で4桁ガンマ GTP、 血液のガンマ GTP というのは肝臓の数値なんですね。それが一般では2桁の50ぐらい80ぐらいなのが、3桁でも驚かれるのが4桁いっちゃいました。1800?
1800ガンマ GTP そこまで行ってしまいました。休館を1ヶ月ぐらいとかしたのかな。4桁いったガンマが1ヶ月休館しただけで2桁に戻っちゃうっていうのをお医者さんもびっくりしていて、もともと体質っていうのもある、肝機能が強いのかな。まあ強いからって言ってもね、ほどほどにしないとね。夏場は秋フライっていうの回ってないんですよね。牡蠣の季節じゃない時は何を食べたらいいか、とにかくスタミナをつけるっていうことで、安い中国産の割引になったうなぎを買って、で体力をつけるようにしていました。もううなぎだけ本当に食べられない時は全然食べられなくて、一日中何にも食べられなくてビールだけで過ごしてたりとか、そんな日の繰り返しでした。生体を全部摘出して食道の一部まで切り取って、本人の小腸を切り取ってそこに移植して再建しているっていう手術をしているので、どうしても飲み込みに影響が出てきてしまって、なかなか最初の頃は便秘の困難とか、食べても食べても鼻から滝のように出てきてしまったりとか、そういうことの繰り返しがずっと続いていて、で病院に行っていろいろ相談したりして、縫合した部位が狭まってないかとか、内視鏡で見てもらったりとか、カメラで見てもらったりとかして、もし問題があればバルーン療法っていうのがあるんですけれども、鼻から内視鏡を入れて中でバルーン、風船を膨らますんですね。で膨らますことによって、その狭窄っていうのは狭まってしまってるっていう状態なんですけれど、その狭まってしまった小腸と喉の部分、縫合の部位を広げるっていう手術をやりましょうっていうことだったんですけれども、調べてみたら狭窄とまではいかないっていうことで、その手術には至らないっていう状態でした。どうしても飲み込んでも出てきちゃうので全然栄養が取れないんですね。食べても食べても8割は鼻から出ちゃうっていう状態だったので、何度も医者に相談していろいろな対策を試みたんですけれども、結局何の手術も施さずに今日まで至るんですけれども、だいぶもう手術してから1年と4ヶ月経つんですけれども、3ヶ月半か経つんですけれども、だいぶ食べられるようになってきたので、ちょっといい方向に変わっています。あ、さっき私アサリって言ったかな、シジミだよね。肝臓にいいのがシジミがいいって言うけれども、シジミだと大量に取らなきゃいけないし、サプリメントでシジミとかあるんですけれども、それでも相当量取らない、肝機能の回復なかなか難しくて、ただ本人が実践してみてこれは確実だって思うのがカキフライなんですよ。もうカキフライ本当に肝機能の回復がすごくて、個人差にもよるのかもしれないけれども、ナスは血の中の消毒をしてくれるんだ。血の中を殺菌してくれる。特にナスの皮とヘタの部分が口の中の殺菌をしてくれるらしいので、極力今の季節はナスを取り入れたいと思っています。で、昔は歯磨き粉のなかった時代っていうのは、ナスのヘタを歯磨き粉代わりに使っていたっていうのを聞いたことがあります。本当かな？よくヘタの部分は捨てちゃうんだけどね、硬いからね。でも切り込みをいっぱい入れて火通せば結構食べられるから。下咽頭がんの手術をしてから鼻と口から息をしてない状態で、喉元に開けた肺につながる穴で呼吸をしています。
ここから呼吸をしているので、鼻と口から息を吸うっていう感覚が実際ない状態です。なので、食べていても食べていなくても、突然鼻から出てきたりとか、感覚がわからない。あ、わかる。わかる。やっぱり保護部位の嚥下困難で、唾の飲み込みや飲み物の飲み込みとかが、本人の意思に反して容赦なく逆流してくることが突然鼻から出てきちゃうっていうのが、それが今のネックみたいです。本人の書いたゴードを読みます。死んだってことになっているけど元気に生きてます。がんの人頑張りましょう。がんの人だけじゃなくたってみんな頑張ってるんだよ。死んだってことで誰がそんなに言ってんの。せめてブログとか書けばね。玉掛けのブログ再開しますのでよろしくお願いします。もうちょっとなんかリアクションして。ブログどれくらい書いてない。かなり書いてない。インスタはやめちゃったっていうか続かないっていうか、どうなんだろうね他の人たち。ちょっとまた YouTube やって SNS でね、インスタやってブログやって Facebook とか Twitter とかいろんなサイトがあるじゃん。全部こなしてる人ってすごいよね。連携して全部いっぺんにあるみたいだけど、ここまでやってる人ってすごいよね。私は3つです。3つもまともにこなせないな。2つもできないでしょ。大変だもんね。仕事になっちゃうよね。収益のない仕事。趣味でやってる世界だからね。ほんとすごいなって思っちゃう。インスタだってさ、何千枚ってさ写真出してる人すごいなって思っちゃう。私なんて100枚も出してないよ。開口が最初、血の開きが手術の後 1.1 ミリしか開かない状態でして、別の病院で紹介書書いてもらわないで行っちゃったんだよね。別の病院で口が開くリハビリを受けてまして、何回か通ったら 2.4 センチまで開く。やっと 2.4 センチです。指2本入るくらい開くようになりました。リハビリの病院のところに行った時に、医者とリハビリの先生というのはまた別の先生でして、紹介書を持っていかないで行ったので、お医者さんが言う紹介書もないのにそんないろいろ言われてもこっちはわからないっていうような感じ、紹介書もらわないで行ったのも悪いんですけれども、その先生が顎の骨をぶち切れっていうような話だったんですよ。顎の骨ぶち切れって。それを聞いてリハビリの先生が、こんなことはちょっとあまりにも凄まじいのでリハビリでなんとか口が開くようにやりますって言って、医師に言われたことを無視してこっちでやらせてもらいますということで、リハビリを何回も何回も通って繰り返して、皮膚を柔らかくしたりとか口を開けるリハビリ、あとマッサージとかね、それをしてもらったら 1.1 センチだったのが、まあ、11ミリだったのが今 2.4 センチまで口が開くようになりました。その先ちょっとリハビリ中断してる状態で体調崩しました。猛暑だったからなのかな、体調崩して、それでちょっとリハビリの方はお休みしてる状態でして、近々リハビリの方を再開しようと思っています。やっぱり口にね入らないとね、たくさん頬張りたくても口が開かないことにはね頬張れないからね。本人は時々口の開かないことを忘れてしまって、思い切り口に食べ物を入れちゃって、で口に入らなくてボトボト落としてしまうっていうことがしょっちゅうあって、それも悩みものだよね。やっぱり大口開けていっぱい口の中に頬張りたい。でボードに書いてあるのを読みます。皆さんも体調の不調を感じたら病院行ってくださいね。私が病院嫌いなのに、病院億劫で行かないのにこんな読んでもねあれだけど、やっぱり早いうちに手を打つのが大事ってことでしょう。がん手術3回やりましたからね。
3手術3回やりましたからね。でも今の医療の技術ってすごいよね。今の結構食べられたね。あれ昨日もカキフライ食べた？今日も食べた？